ッサラマレコム、ゆうせいです。今日はドバイエクスポ3日目です。今日もね、たくさん回りたいと思います。レッツゴー。アッサラマレコム、ゆうせいです。第17話エキスポ3日目その1。前回に引き続き、今回もドバイエキスポの様子をお伝えします。それではどうぞ。3日目、最初は音楽の都のオーストリアのパビリオンに行きたいと思います。なんかすごく形が特徴的。オーストリアはこの特徴的なね、円柱の建物の中がねパビリオンになってます。なんかこの壁は環境に配慮した素材で作られてるらしいです。続いては日本のお隣、大国中国のパビリオンに行きたいと思います。さすが中国、めちゃくちゃでかい。おお、すごい、宇宙空間にいるみたいです。次は旧ソ連だったベラルーシのパビリオンに行ってみたいと思います。また特徴的な建物、キラキラしてる。ここはインドの近くのスリランカのパビリオンです。ここは東欧のボスニア・ヘルツェゴビナのパビリオンです。ここはアフリカ最大の経済大国、ナイジェリアのパビリオンです。ここはベトナムのパビリオンです。シンチャオ。ベトナムの民族楽器、これはアオザイですね、女性の伝統衣装。ランプが傘になってて可愛い。ここはアフリカのマラウイのパビリオンです。今度は2002年にインドネシアから独立した東ティモールのパビリオンです。東ティモールはここです。すごい、これ石削って作ったコップ。
ここは西アフリカの小さな国ギニアビサウのパビリオンです。ギニアビサウはここにある。めちゃめちゃ自然豊からしい。ここはブルンジのパビリオンです。ブルンジはアフリカの赤道のあたりのちっちゃな国です。ここは地中海の島国キプロスの、パビリオンです。今キプロスのパビリオンを見てきたんですけど、なんか人参のジャムをくれました。キプロス製。ここは中米ベリーズのパビリオンです。ここここは幸福の国ブータンのパビリオンです。ここはアフリカ中部のコンゴ共和国のパビリオンです。ちなみにグアテマラは結構コーヒーの栽培が有名なので、それで聞いたことある人も多いんじゃないかなと思います。ここはアフリカのザンビアです。ザンビアは赤道のちょっと南のところにある国です。ここは太平洋の島国フィジーのパビリオンです。めちゃめちゃ南国っぽい。ここは西アフリカのシエラレオネパビリオンです。なんかシエラレオネは国旗がファミリーマートみたい。ここはアフリカのマリのパビリオンです。これがマリの首都バマコ。マリはね、泥でできたモスクがすごく有名です。
今度は西アフリカのリベリアです。もし面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではまた次回お会いしましょう。